令和の虎、オールオアナッシング。虎の子、最後の審判。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、山中さんの最後の審判を取ろうとしています。はい、山中さんはですね、武田塾イングリッシュのフランチャイジーになりたいということで志願をされまして、今ここにいらっしゃる3人の社長と、あとは林社長と鴨社長、この5人が座ってらっしゃいました。で、結果からお伝えすると、竹内社長と高澤社長から100万円積まれて、希望金額300万円だったんですね。で、ナッシングだったかなと思いきや、最後に例のスーパー小祝君登場して、茂木社長の方でもう竹内さんの言葉にやられちゃったと、いうのがありまして、100万円積んでいただいて条件がついたんですね。はい、で、この条件はもう普通に多分山中さんからも出てるような条件であったと。何かというと、要は、武田塾イングリッシュの面談をクリアしたらっていう話になりました。はい、ということで、皆さん視聴者の方はここで止まってると思います。で、今日はですね、最後の審判としては珍しく、当事者である志願者の方と投資をした社長3人が揃っていただいたので、ガチでですね、結論からまずは聞いていこうと思いますけれども、山中さん、とりあえずお久しぶりです。はい、はい、収録から2ヶ月ぐらい経ちましたかね。はい、はい、今日までに結果が出たってことですよね。はい、はい、出ました。まずは山中さんの口から、まず結論をお伝えください。はい、はい、結果としては残念ながらオーナー面談通らず、通らなかった。はい、はい、その後にさらにオーナー面談の条件付きというちょっとお話もいただきました。はい、この条件は、ごめんなさい、面談は竹村さんとされた。はい、はい、で、竹村さんの方から直に、残念ながらダメだったよという連絡はまずあったんですね。はい、そうですね。はい、で、その上で、はい、まあ、その時に地方で、はい、開校できるするなら、うん、まあ、可能性なくはないよっていうお話をいただいたんですが、はい、まあ、私としてはゼロ時募集で都内でっていう、はい、まあ、オーダー面談に関しては、はい、まあ、不合格というので、はい、皆様に不合格のお知らせを、はい、ご連絡、まあ、趣旨いただいた虎の皆様にご連絡させていただいて、はい、で、その時に今後、まあ、どうしようかなって考えて、うん、何日か考えていた後に、はい、まあ、林社長から直接、はい、お電話いただきまして、はい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 、で、まあ、いろいろまあ、山中さんが開校するためのプランをちょっと考えてみたと、はい、で、出資いただいている虎の皆様も、うん、まあ、いろいろ動いてくださって、はい、例えば、はい、まあ、地方で、うん、虎のサポート付きであれば、うん、開校できるんじゃないかっていうお話をお電話でいただきました。なるほど。その虎のサポート付きっていうのは具体的には名前は出たの？あ、はい、お名前、はい、はい、いただいて。よろしかったら、はい、高澤社長と、はい、茂木社長のサポートも、はい、がついて。竹内さんにはこの話は言ってませんか？聞いてないです。聞いてないんですね。はい、で、ちなみに茂木さんと高澤さん、はい、今彼こう言ってますけども、はい、林さんから話はあったんですか？はい、ちょっと、はい、相談あるんですけど、はい、ということで、はい、高田社長も含めて3人で集まって、あ、なるほど、はい、竹内社長もお呼びしようと思ったんですけど、はい、竹内社長は間違いなくお忙しすぎるから来れないだろう。いや、はい、はい、ものすごい、あ、勝手な判断ハバルされましたね。それが一番ショック。はい、はい、なるほど。で、その3人のお話の中では、要は山中さんを手伝ってもらってもいいかっていう話だったんですか？あ、そうですね、はい、まあ、林社長からそういうお話いただいて、まあ、そもそも何らか、ね、お手伝いするできることがあればしようかなっていう、なるほど、っていうのは多分高田社長もあったと思うので、はい、で、はい、はい、まあ、同じような認識でよろしかったですか？そうですね、はい、まさに今おっしゃった通り、はい、こちら側のサポートがあれば、はい、っていう条件が、なるほど、って聞いたので、はい、ではじゃあもし何かできることがあれば、うん、ぜひっていう、なるほど、はい、じゃあお二人からの回答としては、できることがあるならば手伝いますよっていう回答があったわけですね。そうですね。これで合ってますか？はい、はい、で、続きいきましょう。はい、はい、その時に、はい、ただすごいありがたいお話だとは思ったんですけど、どうしても今まで都内での、うん、まあ、開校っていう、うん、まあ、イメージもあったり、はい、あとはまあ、弱者ながらも自分で頑張るっていう気持ちもあったりして、なるほど、で、そのお話をいただいた時に、はい、本当にありがたいお話ではあるんですけど、うん、
まあ、何かあった時に虎の皆様にご迷惑をおかけしてしまったりとか、またその地方でやりきれるっていうのはすぐに自分の中で気持ちが整理できなかったっていうのもありますし、うん、あと結果が出た後に実は、まあ、会社に退職願いは出して挑んだ、はい、タイガーファンディングではあったんですけど、はい、結果が出た時に最初はもうどういうオンライン面の結果であっても、うん、もちろん辞めるつもりで独立してって考えていたんですけど、はいはい、会社の上司から本当にそれがベストな選択なのかと、はい、家族のため、うん、よく考えろと、でそれでもそう思ってるんだったらいいけど、結果がもしオーナー目の結果ダメでそうなった時には会社でやりきれてないことがあるんじゃないかと、まあ、そういうお話をいただいて、で一旦まあ、退職願出してるので簡単ではないんですけど、よくよく考えた時に今の会社で、まあ、自分ができることがあるのであれば、それをまずちゃんとやりきりたいっていう気持ちも最初のオーナー面の結果出た時に、はい、思うようになって、お、はい、なので、まあ、今まだ最終的な結果出てないんですけど、はい、その退職願取り下げられるかどうか、まあ、ちょっと調整をしてもらってるような状況でのお話っていうのもあったので、それもあってちょっとすぐに司法での解雇っていうのが、ということは、はい、結論としては山中さんは今お勤めになってらっしゃる会社にこのまま残る可能性が今あるということです、はい、そうですね、はい、それは聞いてますか？聞いてません。聞いてないです。聞いてない。それはご報告はされてない？そうですね、本日になってしまいました。その、はいはい、結果が出てなかったということもありまして、で、はい、今日お伝えしようと思ってきたということですね、はい、まあまあこれは仕方がないのかもわかんないですよね。そうですね、逆に実は僕勘違いをしていて、はい、収録の現場で、はい、お辞めになられてたかと思ってたので、はいはい、でも今のお話聞いて、まあ、その可能性、戻る可能性もあるというのであれば、うん、いろんな選択肢があるので、はい、まあ、それそれでいいんじゃないかなというふうに思います。なるほど、はい、はい、ということは時系列ですね、整理して話をすると、はい、まずはオーナー面談落ちました、はい、でも林さんから連絡があってある意味の助け舟が出た、はい、うん、で例えば茂木社長とか高澤社長の助けがあって、なおかつ地方ならば、開校してもいいよっていう話があったんだけども、はい、お二人のことを気遣ってもあるんだろうけども、山中さんの中ではそのご家族もある中で単身自分が地方に行ってオーナーとしてやるっていうところまでの踏ん切りがつかなかったっていうことで合ってますか？はい、おっしゃる通りです、はい、はい、でその結果会社が一旦退職届出したのに残ってもいいよって言っていただく素晴らしい会社だったっていうことですかね。なんか退職届と退職願いの違いもあるんですよね、確か。そうですね、はい、はい、僕が出したのはタイガーファンディング6日前に退職願いを出して挑んでるんですけど、はいはい、退職願いっていうのが会社と調整した上で退職日が決まるというもので、うん、で退職届はもう出した時点でもうその日に辞めますっていう、ちょっとなるほど似たものなんですけど少しニュアンスが違っていて、でその点に気づいてる視聴者の方がコメント欄でそういったのを書いていて、そうなんだ、鋭いなって思ったり、あ、そうですしました。さあここまでお話聞いてて、まずは竹内さんいかがですか？気分が悪いです。ああ、いや、このなんかそのこの番組のこともありますし、はい、まあ、2人の社長も時間まで使ってるのに、はい、なんかすごく意思も弱いし、そのことに対してヘラヘラしてるのがちょっと僕が当事者だと結構イラッとしますね。ごめんなさい。いや、すいません。なんかちょっと自己中心的すぎるかなと。はい、はい、客観第三者目線だとね。はい、それは断ったことをついてるわけじゃ全然ないですよね。もちろんです、もちろんです、はいはい、いや、もうあんだけもう僕は人生かけてやるんだ、はい、地方ならやりたくない、うんうん、お二人の力を借りる、実に一人でやりたい、うん、いや多分失敗しますよ、このままいったら人生ごと、はい、と思っちゃいます、うん、はい、はい、はい、ごめんなさい、はい、いえいえ、高澤さんどうですか？率直にお答えください。そうですね、はい、タイガーファンディングに来られる時点で行動力はあると思うんですよ。もうあの場に座るっていう行動力、ただその行動力と実際に物事を動かして物事を成り立たせていくっていう実現力っていうのが、この違いっていうのはまだやっぱりあって、はい、この実現力がまだ微妙なのかなっていうのを思います。はい、はい、はい、茂木さんどうですか？そうですね、まずは竹内社長すいません、お声がけさ、あ、いやいや別にそこに気を使えるわけじゃないです、はい、すいません。というのと僕は良かったんじゃないかなと思っていて、うん、はい、竹内社長のおっしゃる通りだと思いますし、逆にまあそういう気持ち
自分の中でもうこれは死んでもやりきるっていう気持ちが固まらないまま突き進んでも結局あの周りにご迷惑かけちゃう可能性もあるので、逆に今そういう気持ちなんであれば自分の中でまだ時期ではないってことですよね。そうですね、はい、あの本当に至らなすぎてこのまま、まあ、始めても自分でやりたいというよりは皆様に本当にご迷惑をおかけしてしまうのかなというのはどうしても考える時点でちょっと弱いなと、はい、まあ、本当に私自身思いました。まあ、でも山中さんの中でそういうふうに自分の心に正直に問いかけて、あ、これはって思ったんだと思うんですよ。なので高田社長と僕とかがやりますよって言ってるんだから、なんとなくこう、あ、悪いな断るのもって思ってスッと始めて、途中でいや、 やっぱダメでしたって言われるよりは全然いいので、うん、まあ、あの、まあ、この判断で良かったんじゃないかなと思います。なるほど、はい、優しいっすね。大人ですね、はい。僕は一回 LINE 返したことがあるんですよ。ダメだったって LINE が来た時に、え、じゃあその竹田塾のね、イングリッシュじゃなくていわゆる竹田塾、うん、本当のところの方のね、応募するのみたいな尋ねをしたじゃないですか、はい、で それに対しての返答の中にも別に会社に残ることになったっていう連絡はなくて、はい、まあ、正直言うと僕は僕なりに今日まですごい心配してたんですけど、はい、山中さんどうするんだろうみたいな。でここで初めて、いや実は会社に残るっていうね話をあの上司からいただいてって言われたら、いやぶっちゃけ言うよ、はい、いやなんか心配して損したわっていうのが僕の本音かな、まあ、それせめて僕は投資した社長じゃないから主催の立場だったんで、え、実は岩井さんって私こういうことになったんですって教えてくれてもよかったやん、はい、とは思うな。やっぱあの志願者なんで、はい、僕心配してたんですよ本当に、はいはい、でうわ落ちちゃったと思ったんで、もともとさあそこでも話してたように、あなたは最初竹田塾がやりたいって言ってね来たのは間違いないじゃないですか、はいはい、なのでイングリッシュがダメだったら竹田塾の方に行くのかもしれないと思ってたんで、もしあれだったらもう一回僕が間取り戻かなぐらい思ってたところに、今日の今日それはね、そうあったらもう茂木さんがおっしゃるようにそのぐらいの覚悟だったら良かったのかもしれないね、逆にもう途中で投げ出されるよりはそのぐらいの覚悟だったらやっぱり独立して一国一城の主になるのは無理だったかもよって思っちゃうよね、うん、あの、まあ、そう思われても仕方ないような動きですし、まあ、事前にあのそういった話があった時に、まあ、まだちょっと結果出てならないのでこのまま戻れない可能性もあるんですけど、まあ、ただあのそういう話が出た時にすぐにお伝えするべきだったのはとは思います。本当に申し訳ないです。で、あの、まあ、竹田塾のお話いただいた時にあのやっぱり英語でっていうのはあのそこはもう揺るがなかったので、英語の勉強、まあ、同じあの虎の子つながりであのキックス赤羽 の新藤さんの英語塾には、まあ、すでにちょっと通っていて、で英語をあの、まあ、しっかり勉強して、でこう、いやそれは聞いてるからいいんだけど、はい、いいんだけど、さっき高田先生おっしゃったように、なんだろうね、やっぱりあの未来永劫残ってしまう YouTube で、はい、あそこまで自分で人生かけてって言い切ったわけだよね、はい、それに対してね、まあこれも配信せざるを得ないので流れますけど、はい、みんなその視聴者も含めてどう思うのかなとは思っちゃいますけどね。僕あれ本編でちょっとカットされてたんですけど、はい、本当退職し、退職届けとか願いかちょっと分かんないですけど出しましたっていう時に、はい、これ自主退職ですか、多分希望退職募られて自分からそこに入ったんじゃないですかって質問をしたんですよ。ありましたね、はい、でそこで多分出したところ上司から想定してない人から離職の願いが来たから、いや君まだできることがあるんじゃないかみたいな流れなんじゃないかなって今勝手に思ってるんですけど、その辺ってどうなんですか。そうですね、そのやっぱ貿易業をやられて、はい、コロナで業績不振のところでやはり会社としたら雇用を守れないっていうところで希望退職からの立候補ではないですか。はい、あのではなくて、あの会社としてはあの、まあ、そのコロナ禍でよりあの荷物だけが動くっていうのがすごい需要が増えていて、はい、でその中で希望退職っていうのは募っていないですし、出した時に辞められたら困るっていう話はその場ではいただいてたんですけど、まあ、ただあの1回やっぱり竹田塾がイングリッシュであの独立するんだって、まあ、決めた以上で、さらにあのタイガーファンディングに出演する以上はしっかりあの覚悟を決めてあの挑みたいっていう思いがあったので、それであの退職願いは出して、
その場で引き止められる部分もあったんですけど、いや、やりきりますっていうその時は思いで、で、タイガーファンディングも臨んだっていう、はい、経緯はあります。まあでも揺れてたんだよね、やっぱり。多分収録の時も岩井社長からちょっと話がありましたけど、山中さんの中でもあそこで命かけてやりますって言いながら、心の奥底では自分の中で多少揺れてる部分もあったんですかね、なんとなく。実は今になって思えば、そうですね、今になって思えば、自分の想定してたことから外れた時に、うん、それでもさらにやりきれっていう思いがなかったので、やっぱり揺れてた部分、うん、弱かった部分。世の中想定しないことばっかりなんですよ本当に、はいはい、なのでこれはだから、まあ、今の山中さんに向けてかわからないですけど、気持ちの中でじゃあ自分が社長になりたいですっていう気持ちがあるのであれば、はい、心の中で準備ができたなんていう状況なんてないわけですよ。いろんなものが同時に変わっていくので、はい、その中でそれでも I'm ready って言うんですよ、はい、それが言えるかどうかで、他の人との その関わり合い、助けも借りながら、はい、それでもやっていくんだっていう気概を次の機会にぜひ見つけてほしいなって思います。はい、はい、でもよかったじゃん、なんか失敗する前に、はい、結構そこ重要だなってことに気づけたわけですよね、これ通じて、はい、タイガーワンピーに通じて、はい、すごい良かったと思います、僕、山中さんにとっては、はい、はい、まあ、本当に皆様との出会いですとか、本当に、まあ、私が至らない部分で不愉快な思いとか、そういう、まあ気持ちにもさせてしまったりっていう部分があるとは思うんですけど、勉強をいろいろさせていただきましたし、まあ、これを糧に、まあ、いつかはやはりもともと持ってた夢である、まあ、社長になってっていうのもあるので、事前に準備はしっかりできないにせよ、もう気持ちのところで I'm ready っていう気持ちで持てる時に挑戦したいとは思います。わかりました、はい、ということで結果的には今回の最後の審判はご自身から辞退をされたということになりましたので、社長たち3人とも、まあ、ご納得いただいて、とりあえず頑張ってほしいなというところで送り出しましょうか。はい、ね、はい、何はともあれいろいろ言いましたけど、はい、頑張ってください。 ありがとうございます、はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。